はい、万平です。めっちゃ雨、やばい雨が降ってます。今このおっちゃんに200バーツ払って携帯の SIM カードを入れ替えてもらってます。ここのポイペットまではタイの SIM カード ALU みたいなやつでなんか行けとってんけど、これから先はそれ使えないみたいなんでおっちゃんに頼みました。ありがとう。ってことで今からここバスやねんけど、バスでチケット買ってシェムリアップ向かいます。やってくれてます。行っちゃいやすいバス、びっくりしますよこれ。めちゃくちゃでかない。しかもこのおっちゃん曰くエアコンついてるらしい。おっちゃん、エアコンディショナーグッ Yes Very good エアコンディショナー Yeah エアリー最高や。あと1時間後に出発するんで、ここで待ってでバス乗ってシェムリアップ行きます。みんな覚えてる？タカさんとかハルネとかアンコールタイガーの選手たち、サッカー選手たちと今日の夜飲むんでめっちゃ楽しみ。こっから3時間で着きます。料金は350バーツやから500ペソぐらい。バスチケット買って今ちょっとねホテルに荷物預けてたんでタクシー乗ったんですけど、見てくださいこの席。こんなに誰も座ってないのにこんなことされてるんですけど、こんなことある？足もう膝ぐちゃぐちゃない。雨もやばいし、ほんで運転手さんこういう気遣いちょっとねした方がいいと思うんですよね。誰も座ってへんもん。だってガンガン来てるでこれ、やばい。バス停の待合室なんですけど、待合室の椅子がバスの椅子、このバスの椅子でそれながら待てっていうことやな。カンボジアはマジで久々に来たけどおもろいわ。バス来たんで乗ります。懐かしい、去年と同じバスやこれ。こんなバス乗ります。ハロー。え？やばい、衝撃の光景やねんけど、バスの光景が想像の500倍エグい。前から行きますよ。1個目、2個目、3個目、ドーン。もう全部荷物、荷物しか乗ってないバス。これはエグい。この BGM の面白さと同じぐらいおもろい。これこんなん見たことある？席全潰しや、でっかいバスやのに。おもろすぎるやろこれ。大量のブランド品、大量のブランド品を持ってきたおじちゃん、やばい。おもろすぎるやろこれ。こんなことある？俺の荷物ここ置かれてんねんけど、もう荷物の運搬がえぐい、マジで。懐かしいシェムリアップの景色が戻ってこれてよかった。未だに後ろの席は荷物がいっぱいあります。シェムリアップ到着しました。懐かしいなシェムリアップ。いろいろ世話してもらった去年ね、絶対戻ってきますと言いながら僕は戻ってこれました。よかった。バイバイバス、 Thank you。 今パブストリートにとりあえず来ました。懐かしの旧友と会います。ほんまにお世話になったからマジで再会が楽しみです。去年来た時はマジで極限状態で、ほんまに飯も宿も風呂も入れてない時に来たんで、なんか見える景色が全然違ったりもするっていう不思議な感覚に陥ってます。去年回ったところを今年また色々回ってみるみたいなのをやろうと思ってんねんけど、ほんまにこれはねいいわ。めっちゃまた違った価値観とか感覚とか感情が出てきて、撮影とかにもいろんなね影響が出るんじゃないかなと思ってる。めちゃくちゃいい。こんなとこ来たっけな。お久しぶりっす。マジで会いたかった。もう会いに来たと言っても過言ではない。絶対もう僕また来るって言ってたじゃないですか。言ってた、言ってた。それでまたねちょっとチャンネルも増えて新しく来れてマジ良かったっす。再会にね乾杯しましょうか。とりあえずはい乾杯しましょう。はい、幸せっすね。出ました。懐かしいですね。懐かしい。ほんと去年めちゃくちゃ死ぬほどお世話になって、宿、飯、足、全てを世話していただいて、ただのサッカーチームで働いてて、サッカーのね、どれだかももらったし、めちゃくちゃ感謝してるんですよ。今の僕があるのは高さんのおかげと言ってもらいました。戻ってきてくれて嬉しいです。うん、いやもう絶対僕、シェムリは出てきたいなと思ってたんですよ。普通におもろかったじゃないですか、そうね、一緒にいるから。あと僕、1週間ぐらいいるんで、はいはい、よろしくお願いします。また遊びましょう。楽しかったですね。またちょとりあえず一杯飲みに行きましょうか。今からとりあえずあの本当に払うよ。いやいやいや、ちょマジで本当に忘れ、来てくれたし、いやいや迎えに来てくれたから払う。いいっすか、いいっすか。いやいや冗談だよ。マジであの本当お世話になってたんで、一発目ちょっと僕おしゃれさせていただきたいなと思ってるんで、 Excuse me Excuse me Check please。 ほん
まおもろかったな。1年ぶりっすもんね、ちょうど。1年ぶりやな。去年一緒に遊んで飲みに行ったところとか今から行きましょう。ああ、行きたい、ね。もうそこももしかしたら僕も調子乗って払っちゃうかもしれないんで、お世話になってるんで。すごいね。いやいや、1年で。いやいや、もうそんなもうあんだけお世話になったらね、全部お世話になったんで、もう僕に任せてください、ここはもう。1年でそんな変わる？いやいや、もう僕も全然ですよ。もう生活はできてないんですよ。ただ、もうこれは本当にお世話になったっていうあれなんで、それはやらせてください。ちょっと太ったもんね。ちょっと太ったもん、ね、1年前めちゃくちゃね、いいもん食べてるからね。そうね、10キロやってたんで。次の穴抜きます。え、次の穴抜きます。はい、え、下の湯、はい。タカさんの友達ですか？うちの選手。あ、選手。タカさんのチームの選手に会ってんけど、ズボンが同じでした。カンボジアセブリアップからチャンネル登録よろしくお願いします。で、タカの知り合いの美女の散髪屋さんらしい。